ポコマチは。今日は、年明けに行う生放送の告知をしていくよ。おお、年明け早々生放送をするのか。いつもゲリラだったし、今回はちゃんと告知するのね。そうだね。いつやるかはもう決まってるのか。うん、でもその前に、視聴者の皆さんに質問があります。なんだなんだ改まって。いやー、最近遊んでるゲームタイトルが増えてきたからさ。生放送をするにあたって、どのゲームがいいかを聞いてみたいと思ってさ。ちなみに、今まで生放送でやったことがあるのは、マリオメーカー、スプラトゥーン、モンハンクロスの3つよね。そうだね、でも以前からマイクラの要望も多いし、ホラゲー実況や、バカゲー実況のリクエストも増えてきたしさ。時間を区切って、2つぐらいできるといいわね。そうなんだよね。そういえば、モンハンクロスで言えば、結構ギルドカードが欲しいっていう要望も多いな。そうそう、だから集会所を開いて、雑談しながら交代交代でギルドカードを配布していくのもいいかなって思ったりしてさ。あんたたちの生放送は基本雑談メインなんだから、そういう企画も面白いかもしれないわね。仮に行かないモンハンの動画とか、本来ならありえないけどな。でも、モンハンは基本コミチンしかプレイできないし、そのコミチンがいなくなると途端に後の二人は喋らなくなるし。逆に雑談のみのギルドカード配布ぐらいが、ちょうどいいのかもしれないわね。そうだね、兄貴とヨシさんに任せると、なかなかコメント返しもしてくれないからね。なるほどな、そうなると兄貴の得意なマリオか、ヨシさんの得意なスプラトゥーンなんかがいいんじゃないか。そうだね、生放送ではコミチンには喋りに専念してもらった方がいいからね。じゃあ、ここまでの話をまとめると、遊ぶタイトルはこのコメント欄で募集して決める。もしモンハンが選ばれても仮には行かず、ギルドカードを配りながらの雑談会。遊ぶタイトルは日本ってことだな。うん、マリサありがとう。ちなみに、肝心の日時をまだ言ってないわよ。危ないとこだったね。日時は、2016年1月4日、17時からの予定だよ。時間の分け方や終了時間、遊ぶタイトルに関しては、このコメント欄での募集次第で変わるから。また追ってご連絡します。たくさんのコメント待ってるわよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。